ガールスクールは、イギリスのロックバンド。1980年代のノアブムムーブメントに乗って、頭角を表し、その後もメンバーチェンジを繰り返しながら、現在も活躍中。その全活動期間を通じて女性のみで編成され、30年以上のキャリアを誇る、史上最長寿の女性ロックバンドである。1975年、サウスロンドンのトゥーティングで、 旧友のキム・マコーリフとダイナ・イーニッド・ウィリアムズが結成したペインテッド・レディがその母体。一度は解散するものの、マコーリフとウィリアムズは、それぞれの仕事から脱却し、音楽の道を進むことを諦めなかった。そして、オーディションにより、ケリー・ジョンソン、デニス・デュフォートを獲得。新ラインナップのバンドは名前を、ウィングスの大ヒット曲。 夢の旅人の B 面に収められた曲のタイトルから撮ったガールスクールに改め、早速フランス、アイルランド、およびイギリス国内の小規模な会場を精力的にツアーする。オリジナルラインナップ、左からキムマコーリフ、イーニッド、ウィリアムズ、ケリー・ジョンソン、デニス・デュフォート1978年12月、ガールスクールは、 デビューシングル Take It All Away をインディーズレーベルのシティレコーズからリリース。この曲はアンダーグラウンドシーンで話題となり、この噂を耳にしたモーターヘッドのレミーにスカウトされ、翌年春からスタートするモーターヘッドのオーバーキルツアーにサポートアクトとして起用される。オーバーキルツアーに続いてバッジーのサポートアクトなどを務めた後、モーターヘッドのマネージャー、 ダグ・スミスがガールスクールのマネージャーに就任。スミスの尽力により、当時モーターヘッド、ユーラやヒープ、ジューシー・ルーシーらを用していたブロンズレコードの契約を勝ち取る。ビッグメールのプロデュースの下に制作されたデビューアルバムデモリッションは1980年6月にリリースされ、7月に UK アルバムチャートの28位まで上昇した。 折下のワブムの大ブームの中、ジューダス・プリースト、サクソン、デフ・レパード、アイアン・メイデン、モーターヘッドらそう,そうたる顔ぶれが、UK チャートを席巻し、ヨーロッパ全土をツアーしていた。ガールスクールも時には、ヘッドライナーとして、時には、レーベルメイトである、モーターヘッドや、ユーラやヒープのサポートアクトとして、イギリス、ヨーロッパへのツアーに明け暮れた。 1980年8月20日、ガールスクールとモーターヘッドは、ノッティンガムのシアターロイヤルで行ったライブを収録し、この模様は、翌1981年4月4日に ATV ステーションで放送された。この頃には、ガールズバンドの成功例として、雑誌、ラジオ、テレビに頻繁に登場するようになり、その予定を買って11月にシングル、イエー ライトをリリースした。1980年12月、デモリッションに続く、セカンドアルバムの制作中、プロデューサーのビッグメールからのアドバイスにより、モーターヘッドとの共同レコーディングを行うことになり、そこから EP、セントバレンタインデーマサカーが誕生した。この EP には、首を負傷していた、モーターヘッドのドラマー、フィルシーアニマルテイラーを除くガールスクールと、 モーターヘッドのメンバー全員で演奏したプリーズドンとタッチのほか、モーターヘッドがカバーしたガールスクールのエマージェンシーガールスクールがカバーしたモーターヘッドのボマーが収録された1981年2月19日にはガールスクールモーターヘッド全員揃い踏みで BBC のトップオブザポップスに出演ヘッドガール名義で全員で フリーズドンとタッチを演奏した。EP は1981年2月に UK チャートの5位まで上昇。同年暮れにはシルバーディスクを獲得し、両バンドにとってそれまでで最高のセールスを記録した。1981年4月アルバムヒットランをリリース。シングルカットされたタイトルトラックと共にイギリスでヒットし、 アルバムは5位まで上昇した。ニュージーランド、カナダでもチャートインし、ゴールドディスクを獲得した。同年レディングフェスティバルに出演。しかし、1982年3月のワイルドライフリリース後、ハードなスケジュールに疲れたベースのイーニッド・ウィリアムズが、脱退する。レミーの推薦により、チュレン、ジル・ウェストンが、公認に抜擢された。 1982年6月、サードアルバム、スクリーミング、ブルーマーダーをワールドワイドでリリースするも、積極的なプロモーションにもかかわらず UK チャートでは27位に終わった。しかしライブの評価は相変わらず高く、アイアンガ・メーデン、スコーピオンズらのサポートアクトとして、初めてのアメリカスタジアムツアーも観光した。ジューダス・プリースト、 デフレパードといったノワブム勢のアメリカにおける人気を目の当たりにし、彼女たちもアメリカ市場への進出を絶望するようになる。バンドはイギリスに戻り、再びレコーディング、ライブ、およびプロモーションに明け暮れる。しかし、今度はリードギタリスト、ケリー・ジョンソンだったいの危機に瀕する。他のメンバーは、ジョンソンをなんとかグループに留まらせようと、スレードで、シーンに復帰した。 のディホルダー、ジムリーをプロデュースに迎え、1983年10月、アメリカンマーケットを強く意識したアルバム、プレイダーティオリーディース。しかし、彼女らの持ち味であるワイルドで、パンキッシュなバイカーロックスタイルを封印し、スレードのハイドライ、ティレックスの20センチュリーボーイなど、グラムロックのカバーを収めた、このアルバムは、不評を買い、 ワールドワイドでのディストリビューターであるポリグラムレコードは積極的なプロモーションをせずまた母国イギリスでもトップ50にも到達できずに終わったダブルゼータトップのサポートアクトとして臨んだウェンブリーアリーナでのステージも不調に終わりバンドのイメージは低下していった前年に続きクワイエット・ライオットブルー・オイスター・カルトラのサポートアクトとしてアメリカツアーを観光するも ツアー終了前に、ケリー・ジョンソンが脱退。バンドのビジュアル面、音楽面をリードしていた、ジョンソンの脱退が永遠となり、ブロンズレコードとの契約も失った。1984年、女性ハードロックバンド、C の元メンバー、クリス・ボナッツィ、ジャッキー・ボディ・ミードを獲得。5人編成となった、ガールスクールは、かつて、ランナウェイズを手掛けたマーキュリーと契約。 マーキュリーは、ハート、リタ・フォードら女性ロックアーティストの対抗馬として、ガールスクールをプッシュする意向を示したが、初期のシンリ・ジー、トーヤ、マリリオン、ガールなどを手掛けた、ニック・トーバーのプロデュースで制作した、アルバム、ランニング・ワイルド、ランニング。ワイルドは、かつての彼女たちのスタイルから大きく逸脱した、キーボード主体のアルバムで、結局レコード会社も大規模なサポートをせず、 セールス的にも惨敗を喫した。1985年、ボディミードがソロ転候のためだったランニングワイルドのセールス不振に伴い、マーキュリーはガールスクールとの契約を破棄。バンドは彼女たちのルーツである荒々しいバイカーロックの基本に立ち返ることを決め、マコーリフだけをボーカルとしてフィーチャーする4人編成に戻った。 1985年11月から12月にかけて、ブルーオイスターカルトのサポートとして、UK ツアーを観光。当面の目標を、できるだけ多くのステージで演奏することに置き、かつてのファンを呼び戻すことに全力を傾けた。1986年初頭、再び、レミーの提案で、新レーベル GWR と契約。同年7月、 ヒットランの頃に立ち返ったサウンドのニューアルバム、ナイトメアアットメープルクロスをリリース。プレスの評価は高かったもののイギリスでは、チャートインせず、北米でのリリースは、翌年に持ち越された。1987年には、ジル・ウェストンが脱退、公認に、モット・ロック・ゴデスのトレーシー・ラムが加入。この年は、旧友モーターヘッドのサポーティングアクトとしてのツアー。 テレビ出演等に明け暮れる。1988年10月、アルバム、テイクアバイトをリリース。プロモーションのため、ゲーリーグリッターとのイギリス、アメリカツアーを観光。1989年には、リオとのヨーロッパツアー、ブラックサバスとジョインとしてのソビエト公演を行った。しかし、ツアー後に、GWR から契約を破棄される。 世界の潮流はグランジ、およびより過激なヘビメタルサウンドに傾いており、ノアブムからブレイクしたバンドの多くが解散するか、方向転換を余儀なくされていく中で、ガールスクールもまた、フルタイムで活動する能力を失い、一旦グループは解散する。ジャッキー・チェンバース・マコー・リフ、ボナッツ、ウィリアムズ、デュフォートの4人は1990年に、 トーヤ・ウィルコックスのサポートメンバーとして参集し、トーヤをフロントに立てたシーデビルズを結成。翌1991年にはドラムスがデュフォートからリリア・ギャレーズに交代し、ストレンジ・ガールズの名で再編成。翌1992年にかけてイギリスツアーを観光する。ツアー終了後、バンドはデュフォートを復帰させ、正式に ガールスクールの名前を復活。ベースにジャッキー・カレラを迎え、初のセルフプロデュースによるアルバムガールスクールをイギリスの独立レーベルコミュニークからリリースした。独立レーベルからのリリースは、世界レベルでの大規模な販売を放棄した代わりに、本作のカルト的人気を演出した。バンドは、マネージメントもすべて自分たちで行いながら、精力的にギグを行った。 同年のヨーロッパツアー後、ジャッキー・カレラが脱退し、トレイシー・ラムが復帰。さらに翌年、クリス・ボナッツィが脱退し、リードギタリストとして、ケリー・ジョンソンが9年ぶりに復帰した。ガールスクールは1990年代を通じて、精力的にライブを行い、1999年8月6日の、バッケン・オープンエアでのプレーは、そのハイライトとなった。 1999年、ケリー・ジョンソンがグループを脱退。公認に、ジャッキー・チェンバースが加入。キム・マコーリフ2000年には、トレーシー・ラムが脱退し、公認として、オリジナルメンバーのウィリアムズが復帰した。2002年初頭、ティム・ハミルとの共同プロデュースによる、アルバム、にファーストアニバーサリーをリリース。このアルバムには、3年前に、マコーリフ、ジョンソン、ラム、 デュフォートの前ラインナップでレコーディングされたマテリアルとマコー・リフ、チェンバース、ウィリアムズ、デュフォートの最新ラインナップによるレコーディングが共存している。2003年、オリバ・ドーソン・サクソン、タイガース・オブ・パンタン、ガール・スクールの3つのバンドのレパートリーを5曲ずつ収録したコンピレーションアルバム、ザ・セカンド・ウェーブをリリース。 初期のアルバム4作のリマスター版リリースに続いて2004年7月にはスタジオアルバム Believe をリリース。本作は新しいラインアップで全曲をレコーディングした最初のアルバムでチェンバースの自宅スタジオで収録された。チェンバースの存在は彼女の作曲能力及び再び2人のリードシンガーが個性を競う機会をバンドにもたらし、 バンドのコーラスワークの強化にもつながったが、セールスは期待ほど伸びなかった。10月には、タイガース・オブ・パンタン、ポール・ディアノと共にツアーを観光。2005年には、ビリーブを DVD 付きで再リリースし、バンドのオフィシャルサイトを通じて販売した。この年も、ビクセントのイギリスツアー、アリス・クーパーのオープニングアクト、旧友モーターヘッドの30周年記念ツアーなど、 精力的にステージをこなした。2007年7月15日、ケリー・ジョンソンが6年間の闘病の末に、ガンで高い。8月20日、バンドは、ジョンソンの友人、かつてのメンバーたちも招き、ロンドンの双方レビューバーで追悼ライブを行った。2007年から2009年の間、バンドは、数多くのロックフェスティバルに出演し、ヘブンヘルディオホークウィンド モーターヘッドなど、早々たる顔ぶれのオープニングアクトも務めた。2008年10月、バンド結成30周年と、コケリー・ジョンソンの功績を記念するアルバム、レガシーをリリース。ノアブム、パンク、ウェストコーストオルタナティブロック風など様々なタイプの曲を収めた、この作品では、祝福ムードに花を添えるべく、ヘブンヘル、トゥイステッド・シスター、 モーターヘッドなどのメンバーがゲストとして参加している。アルバムは高い評価を受け、ドイツのレーベル SPV、スティームハンマーが全世界供給を約束した。12月16日にはロンドンのアストリアにで結成30周年記念ライブを行った。2010年、ハイチ自身の犠牲者のためのベネフィットとしてエマージェンシーを再録してリリース。 同年アンビルとのツアーも観光。2011年には1981年の大ヒットアルバム、ヒットランのリレコーディング版がリリースされる予定。2019年1月、ガールスクールは、今回は永久にイーニッド・ウィリアムズと別れ、トレイシー・ラムが最初にツーリングベーシストとして、次に後継者として戻ってきたことを発表しました。 ふとじは、オリジナルメンバー2009年のモーターヘッドとの、ジョイントライブで、レミーと歌うイーニッド・ウィリアムズ・ザ・シリボルバーの、編集者、クリストファー・スケープリティによれば、そのサウンドは、パンクとヘビーメタルのミックスでありながら、ラジオ受けするキャッチーさも兼ね備えたものである。オリジナルメンバー全員、クラシックなハードロックや、ヘビーメタルの影響を受けており、特にケリー・ジョンソンのクリーンで時に、 ブルージーなギターワークにもそれは顕著である。一方で、バンド誕生時にまだ、イギリスで流星を誇っていたパンクの影響も非常に大きい。実際、デニス・デュフォーとジル・ウェストンは、ガールスクール加入以前は、パンクバンドでプレイしていた。1980年のサウンズのインタビューにおいて、マコーリフは自分たちの音楽性について、ニューウェーブと呼ぶには重く。 ヘビメタルと呼ぶにはあまりにパンクと説明している。ビッグメールのプロデュースの下、ほとんどライブレコーディングに近い形で制作した初期の2枚のアルバムにはデビュー時から1982年頃までのガールスクールサウンドの本質が現れている。メタルとパンクの融合といえば彼女たちを見出したレミー率いるモーターヘッドのコンセプトそのものであり、このサウンドと デニムレザーのファッション、アルコールに象徴される、オフステージのワイルドな、振る舞い、そして数多くのモーターヘッドとの共演が、現在まで続く、モーターヘッドの妹分という彼女たちのパブリック、イメージの確立に寄与している。バンド初期のモーターヘッドとのコラボレーションは、彼女たちの初期の成功のステップボードとして、大きな役割を果たした。しかしながら、 より大きなファンの獲得、またのワブムブームの衰退、アメリカ市場に打って出る必要性などから、1982年のスクリーミングブルーマーダーを境に、彼女たちは方向転換。デフレパードの炎のターゲットの成功を目の当たりにし、ガールスクールもキーボードを導入した、あでやかなプレーダーティを制作したが、同時にそれは、 本来の彼女たちの持ち味を封印してしまうことにもなった。ランニングワイルドについてマコー・リフはアメリカのレコード会社からアメリカ向けのサウンド作りをするようプレッシャーをかけられた。と説明している。バンドのルックスも当時流行の先端を行くアメリカのグラムメタルに習ったカビで女性的なスタイルに変貌した。 アメリカ市場でのポジション獲得に失敗し、移り気な音楽シーンの現実を目の当たりにして、彼女たちは、自らの原点に立ち返る決心をする。メンバー自身は、彼女たちのスタイルについて、ドタバタロックから耳障りなヘビメタルロックンロールの間を行くものと、説明する。ありがとうございます。